ヘクラジ、皆さんテクニチュア、テクノロイドノックスの小原役浦和樹です。皆さんテクニチュア、同じくノックスの黒目役渋谷さといです。この番組は現在アプリゲームが絶賛配信中、新世代メディアミックスプロジェクト、テクノロイドの魅力をお伝えしていくラジオ番組です。はい、59回目ということで、はい、今回我々2人がパーソナリティとなっております。はい、まあ、前回ねお知らせはいたしましたけれども、テクラジは今回で一旦休止となります。一旦ね、そう、一旦ね、寂しいですけれども、あくまで休止ですから、うん、はい、はい、いつかね必ず戻ってくると思いますので、うん、今回もねいつも通り楽しく、ね、そう楽しくやっていきたいと思いますよ。お願いしますよ。はい、はい、ということで、どうみんな元気？元気。くっそ適当。元気。元気。梅雨？イライラしない？うん、これで我々で台本通りに読んでるだけだ。そう、本当に台本に書いてあるんだよね。台本に書いてある。そう、ということで、どうみんな元気ですよ。逆にいいのかもしれない、まあ、これぐらいのテンション感ね。そうそう、テンション感の方が。その後の一文もすごいんだよな。そうそうそう。あとは6月はジューンブライド、最近結婚した人いる？どう？どう？しかもちょっと思ったのが、どうの、うがさ、ちっちゃいうなんだよ。そうそう、どう？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 どうした？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 いや、いいっすね。そんな結婚する人もなかなか周りにいないだろう。いないからね。6月も確かにジューンブライドね。ジューンブライド。出ませんけどね。梅雨がね、でも俺はテンパだからさ。あー、そっかそっか。そうそう、くねくねなってきて、もう朝起きただけで雨降ってるの分かるわ。あ、髪の状態で分かる。髪の状態でもうこの状態で分かる、もう本当に。俺逆に完全に直毛だからさ、全く影響を受けないんだよ。マジか。でも伸びすぎるとマジで全部こう、あー、降りてきちゃうんだ。そうそうそう、鬼太郎にならざるを得ない俺。あー、なるほどね。いや、でも俺も鬼太郎になりたかった。昔俺はね、テンパがちょっと羨ましかった。マジで？そう、なんつーの、あげようか。交換するかじゃん。いいよいいよ、頭皮交換しようぜ。なんか将来的にさ、なんか技術が発達したらさ。じゃあ買えるか。全然いつでもあげるよ、マジで。まあ、ないものねだりって感じなんですかね、これはね。お互いにね、お互いにね。そういうことでございますわ。はい。元気ないじゃん。どうした、元気ないじゃん。よくないよ。まあまあね、まあね、ということで元気にやっていきましょう。はい、ジューンブライド、はい、頑張っていきましょう。それでは始めていきましょう。テクラジスタート。この番組はテクノロイド制作委員会の提供でお送りします。テクラジ。はい、ということで59回目のテクラジです。はい、前回はね、6月4日に放送がありましたけれども、うん、はい、皆さん、テクマイのスペシャルイベントハートトゥーハーツにお越しいただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、いや、もうネタバレ解禁ですから、僕たち。ネタバレ解禁、そうだよ。そうそうそう、本当だよ。何でも言えるから。もう何でも言えちゃうね。いや、すごかったね、本当にね。ね、もう、あ、まさかあんなことがあって。本当にね、まさか客席が空中浮遊するなんて、ね。客席の方なんて。そう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 。俺ら何でもやるから。俺らがワイヤーで飛ぶんじゃなくてね、客席の方がワイヤーで飛んでいくっていうね。すごい演出だったね、本当にね。めちゃめちゃ面白かったよ。まあ、ね、楽しんでもらえたはずですよ。そう、まあ、これね、うん、ぶっちゃけね、収録してるのはね、イベント前なので、ま、何が起きてるのか全くわからない。ちょっと正直何もわからないんですが、わからないですけど、まあ、なんか無事何事もなくね、なんか綺麗に終わってくれていたらね、嬉しいなという気持ちで、ね、今撮らせていただいております。はい、まあ、なんかこういったイベントがね、もう一回なんかできたらいいなっていう、うん、またね、イベントできたら込めて、うん、はい、嬉しいですね。いたします。はい、はい、ということで、ここでリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきますよ。はい、ラジオネームミンツェさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ノックスの皆さん、テクニチュア。テクニチュア。私はもともとエレガさんが関わっている某作品のファンなのですが、ほうほう、テクマイを見てテクノロイドの世界観やキャラのみんな、そして何より魅力的な楽曲の数々に心を射抜かれ、すっかりドハマりしてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。またテクユニも最近始めたのですが、特にパズルゲームが楽しすぎて、気づいたら初めて10日ほどでプレイヤーランクが100まで到達してました。これすごいですね。相当やり込んでる ね、相当早いですよこれ。そしてさらに、現在はテクラジオ第1回目から順を追ってコツコツ視聴しています。
うん、ノックスの皆さんのフレッシュでわちゃわちゃした雰囲気のラジオがすごく好きで毎回楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ラジオとの連動企画でやられている TikTok もとても個性豊かな動画ばかりでずっと笑いっぱなしです、うん、改めてルッカさんやエレガの皆さん、そしてキャストの皆さんをはじめ、テクノロイドという作品を作ってくださっているすべての方々に感謝を伝えたいです。ありがとうございます。素敵な作品を作ってくださり本当にありがとうございます。今後さらにテクノロイドのことを知って愛していこうと思います、ということで、うわー、ありがたいね。本当に本当にありがたいですね。こんな愛を感じますよね。えテクラジも1回目から聞いてもらえるようになってるってことね、うん、そうだよね。そう、そもそも YouTube にさ全部上がってるからさ、うん、そうだね、そういうふうに追いやすいようにしてくださってる、なんかスタッフさんもなんかありがたいなってめっちゃ思われるから、追いやすいし、お気に入りのね回とかも全部、あ、そうそう、確かに聞き返せるし、何が一番いいと思うんだろうな今までで確かに、ね、1回目から順を追ってコツコツ視聴してる形だから、うんうんうん、こっからまた出てくるんじゃない。なるほどな、 この回良かったなっていうのとか、佐藤くんが暴走してる回とか浦くんが暴走してる回もあるね。あの、だいたい暴走しかしてないから、どか逆に具体的に出てこないっていうなあれだけど、全部暴走してる、全部わちゃわちゃしてた。いやでも本当にね楽しかったよ ね本当にね、うんうん、テクユにもねこちらの方始めていただいたということで、うんうん、100まで到達してるからストーリーもね、うん、全部追ってくださってる、ね、そっかそっかそっか、うん、ね、これからもたくさんね愛してください、お願いしま す。ありがとうございます。はい、続いてラジオネームレインさんからいただきました。ありがとうございま す。ノックスの皆さん、テクニチワ、テクニチワ。私は最近ラウンドワンとテクユニがコラボしていると知りカラオケに行ってきました。ありがとうございます。コラボメニューを頼んでアクリルコースターをゲットしたり、うん、テクユニの曲を歌いまくったりしました。おー、そしてなんとインビジブルオールハート、まあ、オールハーツか、で90点を出すことができました。おお、すごいすごいね。私史上1、2を争うくらい最高の日になりました、うん、前置きが長くなってしまいましたが、ノックス皆さんにとっての最高の1日はどんな日でしたか、ということで、うん、最高の日だねマジで。ねえ、あれ90点出すの普通に難しいと思うよ。カラオケでね90点なかなか出ないからね。無理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 、本当に出ないマジで出したことある90点俺は。まあ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 、あー出せる民か出せる民か、ね、そのお箱じゃないけど練習とかして、うん、お90点いったわっていうのはある。あーそうなんだ、そう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 、ね、ちゃんと難しいからね90点あれはね。なんかね、なんかハモじゃないけどさ、なんかうねうねしてるやつとかあるじゃん、ビブラート。あー、はいはいはい、そういうのとかもあったりする。あ、そう、加点がね、そうそう、確かに加点が難しいんだあれ。確かに、拳だったりとか、ね、最高の一日はどんな日でしたかって。最高の一日か、うん、今まで人生の中で。いやでも20何年間生きてきて、うん、いやでもやっぱりテクノロイドでね、うん、イベントをやらせてもらった日じゃないですか。うわー、ちょっと待って待って、それ多分さ順番的に後の人がやる。確かに確かに、取っちゃった、やめてくれよやめてくれよ、おいおいおい、取っちゃった。いやでも本当にその通りだよ。やっちゃったな。本当にその通りだよ。いやだな、本当にね、テクノロイドでね、これまで関わらせてもらって、それね、まあ集大成じゃないですけど、うん、のね、いろんなことをね話せたり、うん、僕たちがね初めてこう、うん、ノックスとして舞台に上がったわけじゃないですか。うんうん、そうだよね。もう素敵な一日ですよ。最高の一日だと思います。うん、いや本当に間違いないよね。なんかどんな風に見えてるんだろうなって、こう感情から。確かに。っていうのなんかすごく、ね、見てる方たちからしたら、うん、ノックスが見えてたらね、なんかまあ、そうそうそう、本当にそれほど嬉しいことはないですしね、うん、なんかそういう風に見えてもらえてたら嬉しいなって。それじゃあ俺もなんか本当になんか身に習いになっちゃいますけど、いやいやいや、絶対に、ね、うんうん、最高の一日になってると思うので、うんうん、なんか皆さんも本当にご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。ございました。はい、はい、ということで続いてラジオネームみかんよりぶどうが好きな梨さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ノックスオン企画にて浦くんのウーパールーパーを浴びたいメールを送ったものです。お、本当にありがとうございました。浦くんがウーパールーパーをやり始めた初期から大好きで、今でも過去のウーパールーパー動画を見てしまうレベルで大好きで、大丈夫、どうしても浴びたかったので送らせていただきました。大丈夫、なんか悩んでる、ね、あと半年は生きられそうですって書いてあるのよっていうことはもうやること確定してるんです半年後に、そうそう、半年後に本当にありがとうございましたって書いてますけれども。なるほどね、ありがとうございます、うん、そんなこと言ってもらえるのは逆にありがたいことだけどね。浦くんのウーパールーパー大好きな民からいただきましたいやでも絶対にもっと別にいいものがあるよなんで俺のウーパールーパーなんだ。しかもあとウーパールー
ーパーって何なんだろうな、もはやな、もうなんか自分でも分かんなくなってんだ、分かんなくなってきたよ、自分でも分かんなくなっちゃう、スーパールーパーが広がりすぎてね、もうね。そう、しかも結構さ、一回やった後さ、うん、割と全然みんな忘れてたじゃん、ウーパールーパーの。まあ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 、まあ、そう、久しぶりに来たからさ、俺も嬉しくてさ、まあ、それウーパールーパーやるかってなったけどさ、あの、そんなに温度感そんなに本当に大好きなのよ、だってメール送るぐらいだからね。すごいよね、いや、ありがたい話ですな、本当にありがたい話ですよ。半年周期でなんか新しいウーパールーパーとテクノロイドで ね、なんか出せたらいいね。この方もね、あの、そうすればどん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 長生きできるだろうから、確かに確かに、寿命伸びるだろうからね、いつまでも長生きしてくれ、はい、テクノロイドを愛してくれ、はい、ということでね、皆さん今までたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。ここで一曲、ノックスでノッキンノンロッキンノン、やっぱ一番最初にさ、うん、こう公開された曲というかさ、あの PV だし、そうだね、なんかこうそれこそプロジェクト発表会を思い出すというか、うんうんうん、言ってしまえばこう、うん、僕たちの中での始まりの曲みたいなところが、ね、始まりの曲、うん、あるし、そのノックスっていうのね、その代名詞じゃないけど、いや、うん、本当にそう、うんうん、心をみんな心を叩こうっていうのね、うんうん、本当に表してる曲ですから。ねね、何度も聴いてもらいたいですよ、この曲。ライブでも盛り上がってたらいいなって思いながら。いや、もう盛り上がってるでしょ。盛り上がってる、盛り上がってる、盛り上がったよ、うん、みんなね、そう、みんななんか手叩いてなんかいろいろこうレスポンス、そう、レスポンスもねできるから、そうそう、くれてたらいいなって思います。盛り上がってますよ。ありがとうございます。と、はい、いうことでお送りしたのはノックスでノッキンノンロッキンノンでした。テクラジ。それじゃあここからはコーナーやっていきますよ。まずはこちら、あなたは誰？テクノロイド診断。はい、ちょっとした時差あったら今、うん、こちらのコーナーですが、リスナーの皆さんから自分がどんな人間なのかプロフィールを送っていただき、テクノロイドならどのキャラクターに分類できるのかを我々が決めていくコーナーです。はい、このコーナーも今回でラストですね。まあでも、浦君最後もこれ全部コバルト推しでいくんですか。はい、いや、コバルト推しっていうか、違う、うん、なんか結果的にコバルトになっちゃった推してるわけじゃないんだ。推してるわけじゃない、村君 この思考回路の結果、あ、この人はコバルトだな。そう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 、俺の思考回路の結果っていうか、客観的事実をまとめるとコバルトになっちゃうだけっていう。いつ曲げねえな、うん、これはね、なんかやっぱもう仕方ないことなんですけどもまあまあまあ、それじゃあリスナーの皆さんからいただいたメール紹介していきますか。はい、じゃあ紹介していきましょう。ラジオネームセイランさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず、私はよく多趣味だと言われます。お、部屋を見る限り、私の趣味はジグソーパズル、紅茶、読書、過去ジャンル問わず、うん、音楽、うん、CD、クラリネット、ピアノ、声楽、うん、プラモデル、うん、ハンドメイドだと思われます。すごいね、好奇心旺盛だね。また性格は感情が希薄、無表情が多いと言われ、容姿はネオンが一番近いそうです。姫カット。ああ、なるほどね。こんな私は一体どなたのタイプでしょうか。
コバルト浦和樹さん以外でお願いしますこれ釘刺されたね、これね、名指しじゃん。これね、これ初のパターンじゃないですか。初のパターン来たら最後にして初のパターン来たらなるほどね。でもすごいね、すごいたくさんの趣味持ってる方ですね。すごい多趣味だね、本当にね。いや、多趣味ってことはやっぱ好奇心旺盛ってことだし、おい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 、ちゃんとね、ちゃんと釘刺されてる。なるほどね、でかい釘バーンって刺されてる。なるほどね、コバルト浦和樹さん以外でお願いします。なるほどね、なるほどね、なるほどね。ちょっと最後の一文だけ読めないな俺。佐藤くんはどう思う？いやでもここまで趣味が多いと、うん、その逆に絞りきれないというか。あ、確かにね。いろんなね、そういろんなキャラに合いそうな感じはすごいするんだよね。うん、わかるわかる。うん、っていうことはやっぱりなんかこばいや、俺はね、俺は本当はそう、なんかこう言ってくれてこう言ってるからね、うん、言いたくないけどさ、やっぱ客観的事実というかさ、やっぱおい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 、なんかそう、やっぱ曲げなさすぎるだろでもそうだね、なんかそれこそさ、なんかあれだよね、うん、その髪型っていうかその容姿、ネオンが、そう、容姿はネオンに一番近いって書いてある。感情が客無表情が多いと言われてるのは確かにちょっとネオンっぽいね。ネオンっぽさはあるんだよね。ありますよね。あと結構そのプラモデルハンドメイドみたいなところでさ、なんか結構その手先が器用感、そうだね、感じるからネオンっぽいかもしれないけれども、まあでも声楽とかもねやられてるって書いてあるし、声楽をやってるんだ。音楽好きっていうことはまあ、アクティブと捉えていいってことなので。おお、なんかちょっと道筋ができ始めたぞ、うん、アクティブっていうことは運動が得意っていうこと、ね、運動が得意っていうことは頭が最後の「と」まで言わなきゃ大丈夫だから。困る分かった。もう俺はもうなんか何喋っても多分そうなるから、佐藤君が決めていいよ。もうああいいんかい、うん、やってしまえ。じゃあね、まん、結構悩んだんだけど、はい、これかなっていうのいいわ。何？いくよ。アインザッツ。あー、なるほど。ぽくない？確かに。ぽくない？ぽい。なんか紅茶とかさ、読書とかもなんかすごい人だし、うん、ハンドメイドとかすごいなんかうまそうなイメージ。うまそう。で、感情が気迫、無表情が多い。確かに無表情。そう。っていうのを考えたら、なんかアインザッツが一番要素に合致するのは多いんじゃないかなと思って。なるほどな。アインザッツ、もうなんだろう。そっかそっか。カラクリ紳士感がすごいのよ、この人から。この要素を見るとね。カラクリ紳士感がすごく。この要素を見るとね。そう、コバルト以外で選ぶなら確かにね。アインザッツ確かにな。結構来るね。上位に来るね。コバルト以外で選ぶ。ちなみに一応聞いとか。うん。浦君は何だと思う？コバルト。それコバルトでしょ、これもう。明らかコバルトじゃん。もうだからコバルト浦和樹さん以外でお願いしますっていうのは逆にもう前振りだから、これ。そうそうそう、コバルトにしてくださいっていう。これ言うのがもうコバルト。ああ、もうこれが望んでたってこと。望んでる、コバルト欲しがってる。おいおい、物は言いようだな。まあじゃあ分かった。初めて折れてやるよ、俺が。お、初の俺。はい、まあということで今回は、はい、今回は、ラジオネームセイランさんは、うん、アインザッツに分類します。はい。じゃあ、まあ、続いていきましょう、はい、ラジオネーム哲学的わらびもちさんからいただきました。ありがとうございます。もうちょっとコバルトっぽいね、自分は近未来的な世界や空間も好きですが、はい、かっこ例えば真っ白いだけの空間とか、はいはい、高級ホテルのような空間、うん、実生活をするのは古風な和室でなければ生きていけません。おコバルトっぽいね、事実このお便りも畳の上、和室書斎で書いています。しかし古き良きを愛する和風でありながら機械系にももっぱら強い、PC もその他、家電修理も基本自分、すごい。私は何タイプなんでしょうということで、これはだからさ、うん、なんか何事にも分け隔てなく、うん、こうなんだろう、受け入れ体制が整ってるってことじゃん、はいはいはい、ってことはさ、なんかやっぱさ、あの、うん、心が広いというかさ、好奇心旺盛っていうことじゃん、うん、で好奇心旺盛っていうことはやっぱコバルトってことじゃん。おいおいおい、あーなるほどな、すごいな、みんなすごいね、うまくコバルトにつなげてくれるね本当にね。答えがもう出来上がってんのよ、ね、強固な答えがすごいよね、浦君の中で。逆にじゃあコバルト以外にどう思う？じゃあいや、これはもう、まあ、見せてください。はい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 、はい、まあ、古風なね、和風が、和風で、でも機械強い、でもすごいね、こう珍しい人だ、ね、家電修理も基本自分、そんな私は、うん、
まあでもこれはクロムじゃないですか。クロム、おお、これはもうクロムですよ。なんで、まあまあちょっとあれん、クロムだったらね、要するにこういうのは失礼なわけで、おかしいな、まあクロムね、読書とか好きで和風な感じ、ね、和風かどうかわかんない感じもするし、家電修理もね、あのクロムだったらあの、うん、データとかね、うん、管理してデータとか管理できるから、そうそうそう、機械系にももっぱら強いと、うん、あれあれ、はい、あれあれあれだったらね、あのそう近未来的な世界とかね、これなんか自分のキャラご了承するみたいな、本当によくないやつらじゃん、本当に私利私欲でやってるじゃん、ダメなやつに、完全にダメなやつに、ダメだよ本当に。でもね、パッとね思い浮かんだのはあるよ。誰、あの、いっちゃっていいのこれ、うん、ああルーマ、俺も思った。思ったんかい。あ、まあ、コバルトの次にね、思ったんかい、コバルトの2番目にね、なんか和室でね、そうそうそう、あるし、あとなんか言ってしまえばさ、こうノーベルとルーマの2人でさ、そう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 、アインダツを作ったっていうのは、っていうのは機械や、機械も強いと、そういう意味では確かにルーマっぽい、そうルーマっぽい、そうだからルーマなんじゃないかなと僕は思いましたね。ええー、浦君はルーマでいいの、浦君はそんなありきたりな答えでいいの。ねえ、本当に本当に望んでる。いやでも、ね、だって哲学的、哲学的わらびもちさんは、うん、コバルトは哲学的か、哲学的だよ。もう哲学の塊だよコバルトなんて、本当にこいつぶれねえな、本当だに、本当に哲学的だよ本当に。いや、あのほらなんかあのフードの部分とかなんか、はいはいはい、レーマンの勝ち、レーマンの勝ち、はいはいはい、なんか髪型とかなんかすごい、うん、哲学的だなって思いますね本当に。まあまあちょっとやっぱなかなかね、一般の人には分からないかもしれないけど、俺ぐらいなんかコバルティな人には裏哲学で言えばコバルトなんだ、そうだそうだね、裏哲学で言えばコバルトだった。あとこんなラジオネームしてるぐらいなんだから、多分ねその直球でルーマって言われても多分ね、あの、まあ、認めないと思う。そうやっぱそこまで考えなきゃ、我らやっぱ役者だからさ、あ裏をね、そう裏を、そうそうそう、行間とか裏を考えて、そうそうそう、台本をねそう読み込むっていうのは大事だから、嘘つけ嘘つけ。はい、ということで我々が相談した結果、ラジオネーム哲学的わらびもちさんは、コバルトに分類します。結局はい、まあ時点でルーマですかね、まあ、まあ、だからコバルトとルーマっていうことでちょっと、まあ、まあちょっと折衷案としてね、はい、置いといてあげましょうということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。分かったね、いっぱいコバルト増えたね今回ね。もう裏くなってコバルトしか増やしてないでしょ。テクラシのおかげでコバルトが増えてる、コバルトがたくさん増えてるから、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでメールはここまででございます、はい、本当にね、まあ、今までね皆さん本当にたくさんのお便りありがとうございました、ありがとうございました、ね、コバルトをたくさん量産してしまいましたが、なんかこれからもね、なんかみんなもね自分でなんかこう私に何々似てるなとか、ね、似てるなっていうのね、結構楽しいんじゃないかなと思いますので、うんうんうん、楽しいと思います、よろしくお願いいたします、はい、以上あなたは誰、テクノロイド診断でした。テクラジ、続いてはこのコーナー、ノックスオン。このコーナーは僕たちノックスのことを多くの人たちに知ってもらうため、 TikTok を使っていろんなチャレンジをしているコーナーでございます。このコーナー、ラジオと TikTok の連動企画でございまして、リスナーの皆さんからは僕たちノックスに TikTok でチャレンジしてほしい企画アイデアなどを送ってもらい、まあ、いろいろねやってまいりましたけれども、はい、それも今回で最後ということで、あら、はい、まあ、テクラジが始まってからもずっとやってきたコーナー、本当にそうだよね、うんうん、我々ね、あのウラ&渋谷のコンビが有終の美を飾りたいと思いますよ、頑張ります、はい、うん、どんなメールが来るのか楽しみです、ね、私どんなメールが来るのか、じゃあメール紹介していきますよ、最後だからねこれ ね、うん、ラジオネームベイクドモチョチョさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんがよくテクノロイドっぽいことしたい、子供っぽいの嫌、癖強すぎる、うん、とか言ってらっしゃるので考えてみました、うん、てます、はい、うん、大人なバーでテクノロイドの推し語りをしてみてください、はは、自分の推しキャラでもいいし、ご自身が演じられているキャラクターの推しポイント語りでもいいです、あ、なるほどね、皆さんのここ好き話が聞きたいです、大人なバーがハードルが高ければ、まあ、老人会でもしましょう、老人会、待って、俺らのこと何だと思ってるの、それは。最後の一文読みますね、何、楽しみにしてます、おい、ピース、おい、結局なんかちょっと無茶ぶりじゃねえか。結局はよ
本当に大人なバーでテクノロイドにテクノロイド語りですよ。なるほどね。そうか、まあなんかまあ確かに今までのね、なんかよくわかんないあのなんか運動しろ系と比べたらね全然優しいと思うけど、ね、本当にテクノロイドも関連してるしね。確かに確かに語りっていうことで、はい、できるよ。今作家さんになんか大人なバーできるって言われて、できるよな。俺ら二人なの、大人なバー こんなに似合う二人いないから。いや本当だよマジで、こんなに似合う二人、本当に。ちょっと今ちょっと思い出せた。うわー、あ、ダメだ。あの最初の2人の手がまず、あのグラスを持つ手が2人とも一緒なのよ。裕次郎の持ち方こうやってなんか、ね、横に持つやつじゃなくて、ちゃんとそのコップの下側をグッて持つようなやつ。そうで、本当はなんかね、ワインがねちょっと手の熱でね温まるから良くないらしいね。ちゃんとね、あの細いところをグッて持つのがいいらしいね。本当にね。あと窓の差し、こうやってこうね、こうちょっと裕次郎やないかい。大人なバーやなくて裕次郎語りやないかい。裕次郎でテクノロイドの推し語りちゃうねん。して誰に伝わるか分かんないけどね。本当に謎の組み合わせで、まあ、じゃあもう一ついきますか、はい。ラジオネームメロンパーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人に TikTok でやってほしいことを考えてみました。はい。ものすごくダサい踊りを踊ってみたはどうですか。はい。二人でオリジナルのダサいと思う踊りを踊るだけです。はい、とにかくダサく踊ってください。かっこいい踊りばかりやってると思いますので、息抜き程度にダサい踊りを踊ってみてくださ い, っていうことで。なかなかないよ、ダサい踊りを踊ってくれっていう。確かにあえてね、あえてダサく踊ってくれ。結果的にダサくなるとかじゃなくてね、もう最初からダサい、全力でダサくしてくれ。いやー、これなんかもう両極端なやつ来たな。本当に極端ない。本当に逆にでも難しくない？難しい。ダサさってなんだろうって哲学的な感じになってくる。確かに。あ、そっか、そうだ。まあさ、やっぱさ、ダサさとは、俺らやっぱさ、かっこよく踊れちゃうからさ、かっこよく踊れちゃうからさ。あ、やっぱ浦さんはかっこよく踊れるんですね。あー、そうきた。やべ、そうなんですね。やべ、端が外してきたな。僕ダサいからな。やべ、僕ダサいからな。浦君かっこよく踊っちゃうんだろうな。ちょっと待って、里井君がそっちに回るとは全く思ってなかった。本当にちょっと勘弁してくれ。一緒にちょっと傷つこうぜ。なあ、一緒にじゃあクソダサ温度、クソダサ温度、クソダサ、どっちにする？まあ、よ、どっちでも。どうしますか？大人なバーか。まあ大人なバーは我らできないってことが発覚してしまったから。ダサい踊りするか。ダサい踊りしますか。最後にね、全力ダサい踊り、ね。なんかまあ我ららしいんじゃないですか、やっぱり ね、うん、ダサい踊り全力で踊るっていうのが。だし、かっこいい踊りをね、ライブでやったとこだから。確かにね、最後それ、うん、かっこいい踊りを見せてダサい我々も見せると。そう、それでバランス取っとかないとね。そうということで、じゃあ決定です。はい。ラジオネームメロンパさんからいただいた、ものすごくダサい踊りを踊ってみたに決定でございます。ラストですから、ラストにこれぞ、ね、優秀の美を ね飾りたいと思います。美しいダサさを見せてやりましょう。はい、はい、ということで、この動画後日投稿いたしますので、皆さん必ずチェックしてくださいね。はい。テクラジは休止いたしますが、まだフォローされていない方、この機会にフォローしてください。お願いします。お願いします。以上、ノックスオンでした。テクノロイドインフォメーション。ここからはテクノロイドに関する情報をお知らせしていきます。現在テクユニでは6月16日よりスタンドアローンによる白と黒の演舞、剣劇の先に光る絆が開催中です。報酬は並んで歩く日々星4ナイト、そしてお手をどうぞ星2ライト、俺が先生星2ハイド、連動ガチャでは高潔な心星4カイトが獲得可能です。プレイして報酬をゲットしてください。そして楽曲ミゼラブルが公開中です。楽曲のフルサイズが視聴できるのはゲーム内のみとなっております。 YouTube の公式チャンネルではショートサイズを公開中です。皆様ぜひ聞いてみてください。はい。続いて、現在テレビアニメテクノロイドオーバーマインド全12話が絶賛配信中です。各種配信サイトにて配信されておりますので、未視聴の方もすでに視聴済みの方もぜひぜひご視聴ください。そしてテレビアニメテクノロイドオーバーマインドブルーレイ&DVD が第3巻まで絶賛発売中です。4巻の発売は6月28日水曜日となります。豪華特典満載ですので、ぜひチェック、そして予約をお願いいたします。こちら第4巻にはノックスとスタンドアローンのモーションキャプチャー映像がついてます。対象楽曲はラブノンヘイトとブリングイットン。
続いてテレビアニメテクノロイドオーバーマインドリアルモーションライブ心の奇跡のチケットが好評発売中です、はい、日程は7月15日土曜日、一部開演が15時から二部開演が19時からとなっております。会場は豊洲ピットです。出演者はノックスよりコバルト、グノム、ケイ、ネオン、スタンドアローンよりカイト、ライト、ナイトになっております。キャラクターたちがついにステージに登場するということで、バベルのクライマーとして歌って踊るキャラクターたちの姿をお見逃しなく。そしてテクノロイドユニゾンハート×ラウンドワンコラボキャンペーンが開催中です。開催期間は7月17日月曜日まで。全国20店舗にてここでしか味わえないコラボドリンク、フードメニューやコバルトとカイトの書き下ろしグッズや製造記念日イラストを使用したグッズも販売しております。また池袋店ではスペシャルコラボルームも展開中です。お部屋で製造記念日の衣装に身を包んだキャラクターたちとお写真を撮ったり、テクノロイドの世界観を楽しむことができます。ツイッターでも写真をご紹介しているのでチェックしてみてくださいね。以上テクノロイドインフォメーションでした。お送りしてきましたテクラジ、エンディングのお時間となってしまいました。今回をもって一旦休止ということで、これまで ね, 本当にね59回やらせていただきましたね、うん、テクラジ、うん、まあ、まあなんかこの間もテクラジっぽい、まあ、どうするどっち行くみたいなね。まあじゃあ最後になりますからね、我々から一言ずつ、はい、まあまあ、今回ヒロムとカイト君もいないから、その分も我々が代表してということで、はいはいはい、サトイ君からいただいてもいいですか。はい、わかりました。まあ今回ね、テクラジテクノロイドのねラジオとして、まあ、持ち回り性でねたくさんやらせていただきましたけれども、僕個人で言うとその本当に初めてのラジオのね、だったんで、この皆さんにねその最初はすごい緊張したんですけど、そのいろんな人にね楽しんでもらおうとか、まあそれを考えずに結構楽しめたりとかもして、そのいろんなねお便りとかでそのテクノロジー大好きですとか言ってくださったり、そのこのわちゃわちゃがね大好きですって言ってくださったりとか、もうすごい、ね、嬉しかったんですよ。めちゃめちゃ嬉しかったんでね、また必ずねどこかで、どこかでというかまたテクラジでねこうして喋ることができたら嬉しいなって思います。はい、ということで一旦休止なんでね、一旦休止、はい、まあ、皆さんもね一旦ちょっとその休みというか休んでいただいてね、また聞いていただけるんじゃないかなと思います。そうだね、はい、ということで皆さん、これまでねご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。渋谷でした。ありがとうございます、はい、ということでラストは浦くん、はい、締めてください。はい、いやー、まあ本当ね、我らもう長いこと1年以上このラジオやらせていただいてね、でもこの前変な話は新人4人でこうやっぱこう拙いところもすごくなんか俺もすごくあったし、なんかその中でなんかやっぱりこうリスナーの皆さんが温かく見守ってくださって、スタッフさんも本当にねずっとなんか例えばこういう時はこうした方がいいんじゃないとアドバイスをいただいたりとか、あとやっぱ本当にやっぱたくさんお便りをもらえるから、 その中でのなんかこのやり取りが生まれて、それこそさなんかノックスオンでこう TikTok でやってほしいこと、うんうんうん、結構みんなボケてきてくれてさそうだね、そうそう、でなんか俺らさ結構さ、いやもうこんなのちょっとみたいな言うけど、なんかやっぱそれも含めてそういうやり取りができて、うん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 、本当になんか幸せだなって思いながらやらせてもらったので、本当になんかねちょっといろいろね毎回言っちゃってたけど、みんな本当にたくさんのお便りありがとうございました。これはもう本当にみんなが思ってることだと思う、うん、代表して言わせてもらいましたけども、はい、ですし、まあ、今回一旦休止っていうことですけれども、まあ、テクラジは一旦休止だけどもテクノロイドとしてのね、うん、IP はこの先も走り続けるので、はい、やっぱり、まあ、テクユニの方だったりとか、あとね、まあ、本当に、まあ、ライブだったりとかも今回やらせていただいて、でそれでまた今度ね VR のモーションライブもあるということなので、うんうんうん、そういったことが続けられるように僕たちも頑張っていきますし、何卒変わらぬご声援の方をねいただけると、これからもまたテクラジが復活するためのね足がかりになると思いますので、はい、これからもこの休止期間もテクラジ過去回聞いてくださったりしてもらえるととても嬉しいです、はい、本当に、まあ、一旦ではございますが59回まで聞いていただき本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました、ありがとうございました。ということで、まあね、また戻ってきたら、うん、
とんでもないことになってると思うんだ。すごいよ多分もうアップデートされたね我々が。とんでもないよ。来ると思うんでね。身長3メーターぐらいやってるかもしれない。見えねえや。体格的な話が見えない見えない。内面もねたくさんね成長してね。そうだね。これたと思いますので、いいですから、はい。はい。これからも引き続きテクノロイドよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。というわけでテクラジはここまで。お相手はノックスのコバルト役浦和樹とノックスのクロム役渋谷さといでした。バイバーイ。まったねこの番組はテクノロイド制作委員会の提供でお送りしました。